モスクワ騒乱事件で砲撃を受けたベールイドーム。沈下直後の1993年10月4日、撮影。ベールイドームは、ロシアの首都モスクワに位置する建築物。ロシア連邦政府庁舎であり、ソ連時代には、ロシア共和国人民大議員大会と最高会議が入っていたため、ロシア最高会議ビルとして知られた。は 白い建物という意味である。ビルはドミートリー・チェチューリント・ピーシュテーラーの設計で1965年に着工され、1981年に完成した。1991年、国家非常事態委員会に対抗したエリツィンらが立てこもり、ゴルバチョフ大統領の救出を要求し、自ら戦車の上で演説し、市民に対して国家非常事態委員会に反対し、 ゼネストをこかけた。エリツィンに抗応する形で、クーデターに反対する市民は、本ビルに続々と集結し、建物の周辺にバリケードを構築した。クーデターは失敗し、エリツィンは本ビル前で、クーデターに対し勝利宣言し、これには、市民20万人が参加した。ソビエト連邦の崩壊後、引き続き、 ロシア最高会議ビルとして使用されていたが、エリツィン大統領とアレクサンドルルツコイ副大統領、ルスラン・ハズブラートフ最高会議議長ら保守派との間の対立が激化し、1993年ターエリツィン、陣営は最高会議ビルに立てこもった。エリツィンが8月クーデターの際に牢上した最高会議ビルは反対派のが上となり、エリツィン側が攻撃するという皮肉な構図となった。 エリツィンは戦車部隊に命じ、最高会議ビルを砲撃して鎮圧した。事件後、回収され、ロシア連邦政府の首相官邸、行政庁舎となった。ありがとうございます。